やってまいりました前田工房のクラフト万歳ギターチャレ295日目でございます。はい、今日はですねいかがでしょうか。できるギタリスト風に、始めてみました。ギリギリ、アウトこれ昨日やってた夜空の向こうの、イントロ部分ですね。はい、練習の成果を今やったわけですが、テイクいくつかかったでしょうか夜空の向こう昨日のね、たけちゃんさんですね、たけチャンネルたけちゃんさんのやつのコードをいろんなページ見て探したんですけど、このキーとこの今弾いたキーと同じの、コードをやってらっしゃる方が本当誰一人いないんですね。何にも合わないんですよコードと。だこのたけちゃんさんのやってたのしか対応が効かないのかなと、僕の知識のせいなんですけど、できないのかなと思ってしまったので、これはこれで終わろうかなと動画は昨日で終了いたします。はい、申し訳ないです。はい、というわけで今日は何を弾こうかなというところなんですが、今日はねもう一曲ね、やってた当初から弾きたかった曲がありまして、そちらを練習してみたいと思っています。そちらは、斉藤和義さんの歌うたいのバラッド、はい、これも素敵な曲でございます。もう名曲ばっかりやってますよね。本当に失礼な話なんですけれども、この曲を頑張って覚えていきたいと思います。それでは、早速ね練習していきたいと思います。今日も頑張ります。よろしくお願いします。さあ行きましょう。はい、ですね、練習しようと思ったんですが、かほちゃんが、ぐっすり寝ていて起きてしまうということですので、急遽別のね小部屋に移動することにしました。はい、というわけで今日はこんな場所でやってみたいと思います。はい、それでは行きましょう。やっぱりね、コードチェンジがダメですね。もうね、これギターだけにすごい集中するとまだいいんですけど、全然ダメですねここからこれが一発で出たいな。C シャープマイナーセブンス、下手だな。
しいですよね。どう、さあ、とりあえず本日の、まあ、練習の成果というかやれるところまでやってみたいと思います。それでいきましょう。全然変わらないしって感じですかね。やろうとはしてますけど、ここができないんだよな。これが一発でペンって入れれば、やっぱこれかな。4本の指でこれかな。はい、ちょっとこれなんとか本当にちゃんといけるようにしたいな。でスタジオでちゃんと声出して歌いたいなって思ってるので、ちょっと頑張ります。せめて1曲はこう全力で歌う、ちゃんと声を出して歌う歌をやりたいですね。うん、1曲もないんで全部抑えの、ギターもそろってやってるんで、なんか1曲ぐらいこうね、思いっきり歌ってる曲欲しいですよね。はい、ちょっとこれ頑張ります。まあ夜空の向こうのあのイントロももっとね、いきなりパッと弾けるように、これ毎回やろうかな。夜空の向こうのイントロを毎回弾いてオープニングをするっていうのやってみようかな。はい、なテイクいくつでオープニングのトークに行けるかみたいなね、そうしてるうちにあれサラサラって弾けるようになるんじゃないかな、ね。はい、頑張りましょう。はい、な感じで今日の練習終わりたいと思います。チャンネル登録の方お願いいたします。あと一人で200人です。一回200人いったんですけど、本当にちっと落ちちゃったので、200人、なればいいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。それからいいねやコメントも待ってます。リクエストも待ってますのでよろしくお願いいたします。
はい、こんな感じで今日の練習、一人小部屋での練習終わります。また明日頑張ります。さよなら。